行き先は。ラクサス、何の用だ。実はお前に雑誌の特集の話が来てるんだ。復活雷のイケメン魔導士って題名で、お前はうちのギルド一の伊達男だって思うしな、ぴったりだと思うんだが、受けてみないか。ほう、でなんでそんな話がお前経由で来るんだ。え、いや、ほら俺もたまに雑誌の取材受けたりするからよ、そのつながりで。どうせお前に来た話を俺に買われってんだろ。げっ、なんで知ってんだよ。ルーシーが噂してるのをたまたま小耳に挟んだだけだ。ちなみに俺はお断りだ。他を当たりな。帰ってきたか、グレイ。雑誌の特集の代役は見つかった？っていうか、なんで知ってるんだよ。ルーシーから聞いたの。あいつ口が軽すぎるぞ。そうだ、じゃあ私が代わりに行ってあげようか。ルーシーから聞いてんなら知ってるだろう、特集は男しかダメだって。もちろん知ってるわよ。だから私がグレイとして行ってきてあげる。お前まさか俺に変身して、それでいいのか。嫌ならやめておくけど。まあいいや、代わりにやってくれるなら何でも。じゃあ頼んだぜ。任せといて、バッチリやってくるわね。グレイ、見たわよ今週の週空。ああ例の特集が載ってる号か。うまくやってくれたのかな。これ本当にグレイ？なんか写真のポーズがいちいち女っぽいんだけど。なに確かにいい写真じゃねえか。ポーズもちゃんと真似てくれよ。え、これミラさんなの？確かに言われてみればそういう感じに見えてきたけど。自業自得だろう。最初から自分でやれやよかった。何も言い返せねえ。あ、グレイ、特集見てくれた？ああ、お前はよくやってくれたよ。全部俺の責任だ。反省してる。ん？グレイ様、あの雑誌のことでジュビアから大事なお話があるのですが。後で聞く。まずは事情を話してこの誤解を解いて回らねえと。た、騒がしいやつ。これはしばらくネタにされそうね。